CQ、 皆さんこんにちは。こちらは JVC ケンウッドのバーチャル部所属、無線大好き VTuber の蓮見リオです。本日はハムフェア2023のケンウッドブースへお集まりいただきありがとうございます。ただいまより参考出品のケンウッド 144-430MHz デュアルバンダー THD75 の説明を行います。約8分ほどになりますが、お時間の許す限りお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。先進のハイエンドハンディトランシーバーとしてご好評をいただいた THD74 の搭載機能はそのままに、さらに D スターの2波同時受信やリフレクターターミナルモードなどの新機能を追加しています。また新たに USB Type-C コネクタを採用し、 USB 充電も可能です。さらにボイスガイダンス機能のパワーアップ、 THD72 で好評のデジピーター機能の復活など、多種多様な運用を望むアマチュア無線家の皆さんに応える無線機としました。それでは早速 THD75 の商品説明に移らせていただきます。まずご紹介するのは D スター機能です。デジタルアマチュア無線通信網の D スターに対応、シンプレックス通信、シングルレピーター経由の通信、レピーター間のゲートウェイ通信など、多彩な運用によりローカルから海外までの更新も可能です。 THD74 で搭載した機能はもちろん、今回 THD75 ではさらにパワーアップして D スターの2波同時受信が可能となりました。バンド A、バンド B の両方同時に DV、DR モードを運用することができます。画面は D スター2波同時受信の設定をした表示例です。また後ほどご説明するリフレクターターミナルモードと D スターレピータの同時受信も可能となり、よりマルチな運用をお楽しみいただけます。次に APRS についてご紹介します。パケット通信を応用して双方向でリアルタイムなデータ通信を実現する通信プロトコル APRS に対応、GPS を利用した位置情報やローカル情報の共有、メッセージ交換など様々な機能を利用した通信が本機単体で楽しめます。さらに THD75 ではデジピーター機能も搭載、フィールド運用でも臨時のデジピーター局として活躍できます。また本機はワイドバンド、マルチモード受信に対応しています。バンド B ではワイドバンド受信が可能です。周波数としては 100kHz から 524MHz、 モードは D スター、FM、ナロー FM、ワイド FM、AM に加え SSB-CW も受信、 100kHz から 10MHz 帯の受信用にバーアンテナを内蔵し、本機1台で HF の運用状況がチェックできるなど快適な受信環境を提供します。さらに THD75 では本体で SSB、CW、AM の受信音をモニターしながら USB 端子から IF 出力を取り出すことができます。サードパーティー製の PC アプリを使用すれば THD75 本体で受信音を聞きながら PC のバンドスコープで近くの周波数の状態もこのように確認することができます。次にTHD75 で新たに搭載したリフレクターターミナルモードのご紹介です。 D スターではレピーター同士を1対1で結んだゲートウェイ通信に加えて D スターリフレクターを経由した通信も世界中でアクティブに運用されています。 D スターリフレクターとはインターネット上にある D スターの音声中継サーバーです。このサーバーに接続している国内外の局同士の交信を聞いたり、呼び出して交信することもできます。 THD74 では D スターリフレクターに接続するにはホットスポットと呼ばれるミニ中継局などを用意する必要がありました。 MMDVM コマンドに対応した THD75 ではサードパーティー製アプリをインストールした Windows PC や Android 端末と
Bluetooth や USB でつないで、そのまま D スターリフレクターに接続できるようになりました。リフレクター通信がこれまでよりもっと手軽にお楽しみいただけます。ボイスガイダンス機能もさらにパワーアップ。読み上げ内容を強化し、4段階の速度可変も追加。再生音量も THD74 同様の1から7レベル可変に加えて、ボリューム連動も選べます。続いて、各種インターフェースのご紹介です。本機では USB Type-C 端子を採用しました。従来のシリアル通信、オーディオ入出力などに加え、新たに USB 充電機能にも対応しました。付属の充電器だけでなく、お手持ちの USB Type-C ケーブルを使って充電することも可能です。その他、2GB から 32GB までのマイクロ SD、SDHC メモリーカードに対応しています。GPS の移動軌跡の保存、送受信音声の録音、無線機設定データの保存、コールサインリスト、レピーターリストなど様々な情報を記録、活用することができます。また、弊社の Bluetooth ヘッドセット、KHS55BT に対応しています。送信時はヘッドセットの PTT キーを操作することで送信ができるため、無線機本体を持つことなく更新でき、よりスタイリッシュな運用が可能となります。最後に、THD75 用のフリーソフトウェアをご紹介します。従来機種同様、メモリーチャンネルや無線機の各種設定などを PC で管理できる MCP-D75 と PC 上から THD75 の運用周波数を自在にコントロールできる ARFC-D75 を用意しています。ARFC-D75 を使用すると、USB ケーブル1本の接続で周波数のコントロールと PC への IF 信号の取り込みが同時に行えます。これらのフリーソフトウェアは THD75 の発売後にケンウッドウェブサイトからダウンロードいただけます。以上で説明は終わりになります。本日ご説明いたしました内容は THD75 の一部機能となります。他にも多数の便利な機能があります。ケンウッドブースでは THD75 コーナーにて実動展示していますので、お時間の許す限り体感いただければと思います。それではこの後もケンウッドブースでお楽しみください。ご案内は JVC ケンウッドのバーチャル部所属、無線大好き VTuber の蓮見リオでした。最後までご覧いただきありがとうございました。73&88